Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Et nous allons tout de suite continuer l'histoire avec des jeunes au front, première partie. Des jeunes gens à la guerre. Donc, cinématique, combat, cinématique. Hein. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la femme parce que moi oui. Du coup, là il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cinématiques. Hein,忍びの掟にもあるでしょ。時間は厳守すべしって。大体1人前の忍びなら決まりやルールをちゃんと守るのが当たり前でしょうよ。決まりだルールだ。お前はそればっかりだな。少しは慈悲の心ってもんがないのかよ。ルールや掟を破るやつは忍者として屑呼ばわりされる。それくらいお前も知ってんでしょ。まあ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 、2人ともやめなよ。 Oups. Ça c'est des canettes. さて、今回の任務について説明をするよ。まず、土の国が草隠れの里を侵略進行してきてることは知ってるね。はい。かなりの進撃速度で火の国への到達も時間の問題だった。だから 迅速に彼らの動きを止める必要がある。そこで今回の任務は彼らの懐に潜入し物資補給に使われているカンナビ橋という橋を破壊すること。敵の支援機能を分断するってことですね。先生は、俺は前線で直接敵を叩く。君たちの陽動にもなるからね。とりあえず今日はカカシが隊長ね。国境までは一緒に同行するけど、そこから分かれてミッションスタート。 気づかれたか。大した奴らだ。気をつけなね、みんな。敵は20はいる。おそらく影分身の術だけどね。俺が突っ込みます。援護してください。焦っちゃダメだ、カカシ。やっぱり君がバックアップしなさい。先生、あなたが言ったんです。今日は俺が隊長だ。チームは隊長命令に従うのがルールでしょ。 Ah, un combat en étant jeune, d'accord. Ouah, 40, 60, 80. Chaud.
一体確実に倒せばいい。ただそれだけだ。戦争中とはいえ、ガキ相手ってのは気が引けるかな。せめて苦しまずに倒してやるぜ。はっ！やっ！しどい！やっ！やっ！はっ！Allez. Là, ça c'est pas prévu ça. Concentration. Oh, flûte. Ah, d'accord. Je connaissais pas ça. Accès à ça. Ah non. Oula, ça fait mal ça. Qu'est-ce qui me manquait d'autre encore? Non, ça c'est pas ça, c'est conditions. 42 tués, c'est bon. しなさい、二人とも。君たちはこれから一丸となって任務を完遂しなくてはならない。でも今の君たちはバラバラのまま。昔確かにルールや掟は大切だが、それだけが全てじゃないよ。教えたろ。状況に応じて臨機応変に対処しなきゃならない時もある。オビト、君は忍びとしての覚悟ができていない。心が弱いままだ。だから敵を前に恐怖心が先行してしまう。俺は君たちを信頼している。君たちだけで任務を成功させることができると。けど君たちが互いに協力できず、チームとして機能しなければ任務は失敗する。別れる前に言っておくよ。
忍びにとって何より大切なのはチームワークだよ。いいね。胸中は渦巻いていた。正しきは何なのか。まだはっきりとは見えず、それでも出口の見えぬ戦乱を前へ前へ。少年たちは懸命に走っていた。Des jeunes au front, première partie, fin. Quatre-vingt clones chaud quand même. Ok. Ouh. 20 minutes, j'hésite. Non, avant de faire ça, on va faire ça d'abord. Ça doit juste être une cinématique. Ça va être une assez courte vidéo, plus courte que les autres, celle-ci. Dans la prochaine vidéo, on en fera une tête un peu plus longue, je pense.大切なものとなった。ところで、おかげ就任の件は考えてくれたか。何？あれはマジな話だったのか？てっきり冗談だと思って流していたが。何を言ってる？俺は本気ぞ。おかげ役にはお前が適任。これからは里の長として皆を導いてもらう。そして里の象徴として。この崖にお前の顔を掘るのだ。いや、待て。そういうのは俺らしくない。お前の意思は関係ない。せいぜい恥ずかしがるがよい。てめえ、半分嫌がらせじゃねえか。様になってるじゃないか。その服も。この服は本来ならお前のものだ。俺は今でもお前こそが木陰にふさわしいと思っている。違うな。ことは民主的に決まったことだ。民はお前を選んだ。お前が木陰だ。まだら。この石碑、これは内派に代々伝わる石碑。解読するには動力が必要な特別な読み物だ。今俺が解読できるところまでにこう書いてある。一つの神が安定を求め陰と陽に分極した。相反する二つは作用し合い神羅万象を得る。つまり相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると歌っている。だが別の捉え方もできる。ん？まあいい。今のお前に話しても無駄なこと。どういうことだ？柱間、俺は里を抜ける。お前とはここまでだ。
なぜこの里に誰も味方はいない。誰も俺を認めない。俺はお前なしではやれない。おかげの右腕として兄弟として協力してくれ。いずれ民もお前の良さに気づく。その時二代目火影としてお前の後おそらく扉間が火影となる。そうなれば内派はいずれ消されていく。それが分かっていて里を出るよう内派の他の者に声をかけたのだ。これ以上は無理だ。俺は里を出ていく。俺は別の道を見つけた。待て、今は皆がお前を誤解しているだけだ。現実をどう捉えるかだ。ただ卑屈なのはやめにしよう。この世はただの余興と見る方がまだ健全だ。おい、俺の話を聞いてるのか。俺と対等に争えるのはお前だけだ。まだ本当の夢への道へ行くまでの間、ああ、お前との戦いを楽しむさ。本当の夢とは何なんだ。なぜ何も教えてくれない。何事だ。うちはマダラがこの葉に。そうか、戻ってきてくれたか。この葉隠れに謀反。先遣隊は全滅。第二陣、第三陣を送っていますが、すでに被害甚大との報告が。住民たちの避難は進めておりますが、いかんせんマダラの進行を止められません。火影様、いかがなさいますか。火影様。先に待つものは絶望だけか。果たして言い知れぬ痛みを胸に千住柱間は友へと挑んだ。深淵にただ一寸の希望があることを信じて。OK。Et donc, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, et surtout vous abonner à la chaîne. C'était Toasted pour Chatiman HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo!